雲さん今回鳥にしましょうか鳥あの昔ねあの鳥を見てね鳥みたいに自由に羽ばたけたらいいなと気持ちいいだろうなと自由になりたいな鳥みたいに自由になりたいなと思ってたんですけど今その鳥みたいに自由にやってるんですけどでも鳥もそうなんですけどまあスズメとかねスズメの巣でなんかうんこ落ちてくるとかねあスズメだみたいなねあると思うんですけどまあ飛べるようになるじゃないですかど,どうですかね飛べますよね そうだから、あのー、僕もと、あのーまあ、人間が何だろうな羽が生えてねこうやって飛ぶことはできないかもしれないですけど、まあ、飛行機乗れば飛べるし、まあ、なんかできななないいことはんじゃだからまあみんな,なんかその憧れるんだけどあんな感じになりたいなと憧れるんだけどその憧れを実際にその手に入れるために遂行してやる人は少ないって感じですよね。 そう思うけども本当にやってないっていう感じですよねうんだからこれはもうなんだろうな自分の成長のプロセスだったりとかその植物のプロセスだったりとかもう地球上にある全ての工程ですよね例えばその米食ってると思うんですけど米を作るにしてもまず稲をねまず植えないとまずその米を食える可能性ゼロじゃないですか稲植えないとね でもじゃあ、稲を植えただけでね、稲を植えただけで美味しい米が育つのかっていうと育たないんですよ。ちゃんと手入れしないとダメじゃないですか。ね、害虫が食って食われるかもしれないし、病気にかかるかもわかんないし、手入れしないとダメですよね、畑の田んぼの手入れ。だから、全部、大体そうなんですよ。まず種をまかないといけないし、種を育てる、みあのメンテナンスする、なんかいろいろやるっていう、この工程があるわけですよ。で、その工程をやると美味しいものは作れるっていうのがあるわけじゃないですか。 でもその工程をやってないとダメなんでしょう。だから例えば英,語英会話をね、習いたい。じゃあ英会話を習うための、なんかその、種を、種は、じゃあ教材にしましょうか。種が教材、教材を買いました。じゃあその教材を買ったもので勉強してないんだったらね、それうまくならないだろうし。<laughs> 塾入ってもやらないんだったら意味ないだろうし。まあ全部成長プロセス全部なんか一緒だと思いますけどね。うん、なんか。 うんまあ、なんか動物の中では生まれた瞬間から歩けるみたいな動物もいたりするんですけどね、うん、だけど歩けるけども敵と戦うことは難しかったりとかね歩くことはできるけど逃げるほどの速さはなかったりとかねうんなんか結構もうい全部その何かを手に入れる工程って変わらないのかなと思いますねただそれがテクノロジーの進化によって速くはなっているけども速くなったとしてもそれをその例えばデバイス YouTube を使うことによって、その成功プロセスは早くなったかもしれない。だけど、YouTube 使わなかったら意味ないし、ね。ネットを使わなかったらね。その、久保さんもネット使ってなかったら多分、今ないと思いますし。<laughs> だから、テクノロジーは進化してるんだけど、結局それ使わないで意味ないし、うん。ね。だから、成長すあの、成功するスピードは昔に比べて多分、すげえ早いと思いますよ。低リスク、ほとんどリスクなくか成功できるっていうプラットフォームはできてます。 あありりまますすよねあります、うん、だけどそれを使うか使わないかですよ。うんだからそのレベゼン地球さんがなんか前言ってたらしいんですけどこの前対談した時に、ね、レベゼン地球さんの話が出てなんかレベゼン地球さんがなんか言ってたらしいんですけどいや僕一応成功僕成功なんかしたけども成功した理由ってみんなが使える SNS めっちゃ使っただけだよっていう終了みたいなね <laughs> 多分本当その通りだなと思いますねいってらっしゃい。